変わったビフォード、ここはミスマッチですね。距離を取ってシュート決めてきました。落ち着いていましたね。腕からボールが外れてしまいましたね。ニッカーのスクリーンを使ってビフォード、2人3人がかりできました。これでも決めました。スクリーンを使おうというところでしたが、うまくいきませんでした。打っていく、スリーポイントを決め返しました。ここで第1クォーター終了です。28対16。左のコーナーには白浜がいます。ポケットに入れて決めていきました。ニック K、竹内はなかなかパスが出せませんが、アイラブラウン少し滑りながらボールがこぼれた。いや、いいディフェンスですね。島根はそしてピフォードが走っていく。そしてこれはエンドワンですね。はい、バスケットカウントになりました。島根はまあこのような形、今を出していけるとはい、いいと思いますね。なかなか今日一つ、ニック・ケイ、もう一度ビフォードでフェイクを入れて中にアタックでダンクショットだ。素晴らしいですね。やはりスリーポイントシュートがありますので、ね、はい、スミス選手がここ数試合非常に多いんですが、はい、その中での、まあ、数字の面でも見事な猫のとして情熱的なプレーでも、外からトサカ、まだ打たない。いい感じですね。はい、ビフォード、なんとか今ついてますね。あと2秒だ。ビフォードバンクショット、ギリギリで決めていった。島根のファンクォーターラストポジション、ダールムがついていますが、中央ジャンパー、これはよく決まります。ビフォード選手もさすがですね。2点を返したところで3クォーターが終わっています。ちょっと今日は一緒のタイミングでコートに立つような感じはなさそうですが、ビフォードここはねじ込みました。このワンオンワン、うまいですね。そうですね。ニックイはアウトサイドの確率も非常に高いですが、ビフォードアタック止まってのショットクロック、ギリギリの中でねじ込んでみせました。ビフォードが自らミドルシュート決まりました。そしてここで第1クォーター終了。それが外れて6秒まだある。そうですね、ちょっと打つの早かったかもしれないですね。ビフォードが行く、スリーポイント、ビフォード決めた。ここで第1クォーター終了です。金丸が3本の成功、はい、で1クォーターの最後はビフォード。ニック・ケイに預ける、安藤聖也入ってくる、どうする、ショットクロックがないぞ。ビフォード入ってきた、フローター、決めきりました。ビフォードレアバーダンクでした。とんでもない、だいぶ距離が伸びてきましたね。そうですね、いやこのビフォードのね、本節はいっぱいビフォードのすごいシュートがこの候補になります。片手でそのまま持ち上げてトマホーク、そしてワイドオープンのスリーポイント、あ、しかしこれをつなげつつ、あ、ベンドラメ取った、そして鋭いパス、いやブロック、ビフォードブロックショット、今のブロック、そうですね、渡辺選手も山下キャッチ、シュートに行く、ブロックショットにあった。ロング選手いいブロックですね。早い展開、ファストブレイク、ここはブロックショットの開始、ビフォードです。いたので選択肢はあったと。そうですね、はい、パスを通しに行ってもよかったんですが、さあここできた、決めた。あの距離飛びましたが、これゴールへ最短距離ですね、はい、スクリーンも使わず、このボディバランスもすごいな。タイムアウト明けのデザインに応えてきましたね。スピードに乗って長野、あ、そしてまたこの信じられない 5.3 秒、4秒、2秒になった。ビフォード打ってくる、ブロック決めた、同点。ブザーだったが 0.5 秒残っている。鈴木美和ヘッドコーチ、ラストタイムアウトを要求しました。いやしぶとい、いやよく決めましたね。佐竹も外にいるんですけれども、おここもビフォードが来ました。スティール、周りを見ながら最後はダンク。素晴らしいスティールですね。さあそしてこのビフォード選手がパスカット、周りを見ながら最後はダンク、おしゃれなダンクを見せました、はい、